はじめまして、コインパズルの開発者でございます。今日はリカバリー法を解説していきます。リカバリー法なんですけど、まあ、リカバリーと同時に増やし方も同時に喋らないとなかなか、全体は説明できないかなと思いまして。で、このゲーム、連鎖に走っちゃいがちなんですけど、まあ、実は、2連鎖ぐらいで止めといた方が伸びます。3連鎖ぐらいまでいいんですけど、4連鎖まで行っちゃうとあんまり良くないので、まあ、3連鎖ぐらいが、ベストな。ちょっと、そうですね、そこは他の落ちゲーとは違うゲームです。連鎖すればいいってもんじゃないよっていう感じです。で、これですね。実は、5マス5マスなんですけど、マスごとに役割があります。まあ、左2列は一時保管用なんですね。で、右3列はインフレ用なんですね。どうインフレーションを起こすかっていうのをちょっと先に話しますね。これ5円とか50円とかを最初に置く場所があって、それはここです。ここに5円を置きます。で、ちょっと粘ってみます。で、どう粘るかっていうのは、この一時保管庫で粘っていくわけなんですね。で、一時保管庫で、こう粘っていくんですけど、これは、粘り方があって、この右4列、右から2列目を全部貯めたら、こんな具合にどんどんコインが右キーを押せば切り替えれるんですよ。で、一番左は、まあもうペナルティエリアというか、この中にコインはなるべく入れない方がいいよっていうところなので、開けておきます。で、そうすることで、これで例えば1円を5枚ここに並べることができるんですね。4枚入れることができるんですね。これで、はい、1円が入りまして、50円になりました。まあ、こういう感じで、全部貯まるのを回避していくんですね。で、待っているのは次500円です。500円が、こう出てきますんで、ここに3枚。他の動画でも言ってますように、3枚をくっつけるっていうのが基本的な増やし方なので、これ1500円になりますから、合計、5000円まで繰り上がるよっていうことですね。で、今度は、この5円か50円か、あるいは500円を、この、5000円の上に置くと。4列目に置くってことですね。で、2列目は貯めるとまたコインチェンジが使えるんで、こういう具合に1円は一番厄介者なので、消すためにこうしますね。で、うまいこと5円でできました。これで、まあ、なぜインフレーションに3列必要なのかっていうのがちょっと分かってもらえたと思うんですね。で、この3列があれば、こういう具合に爆発的にコインが増えます。で、またなんとか一時保管庫で500円が出るまで粘りたいなと思いますね。で、どう粘るかっていうと、繰り返しにはなるんですけど、これ右を、左から2列目ですね。2列目をうまいこと、これ、やっとけば、うまいこと全部埋めておけば、何かしら、こう、50円とかにできるっていう感じなんですね。で、うまい、この一時保管庫を貯めない方法として、こう、山登りという方法があって、これで500円をここに置くと、こうなります。で、まあ、500円ここに置いときますね。で、この一番下の500円を抜けば、これ、うまいことまた消えてくれるわけですね。この5000円がですね。で、これとかも、こうですね。で、まあ、リカバリー方法っていう点で、言わせてもらうと、またこれでもですね、
リカバリーもちろん可能です。10円を入れればまた、うまいこと50円になってくれて500円になってくれます。で、500円出ましたから、さっきのとこ見といてくださいね。5000円2枚斜めに並んでますけど、これ同時に消えました。こういう感じで、うまいこと5000万まで来ましたね。で、これで1億円ということなんですね。で、次は、また50円が来てますから、今度ですね、うまいことここに置いてみましょう。で、これでさっきのやり方と同じように、これ50円がダブルで消えることになります。こうですね。これで消えました。で、5億円は、ここに置いて50億までして、で、500円をこの上に置きます。で、5円を抜けば、500億まで行きました。どんどん行きましょう。で、今度も、これもう無理っぽいんですけど、まだまだ全然行けますよ。10円が一時保管庫の中で、これ5枚にすることができます。だから、繰り返しになりますけど、左一列を上げておくことで、だいたい5枚消せるぐらいのスペースが生まれてるっていうことなんですね。だから左一列を開けとくっていうのは、これは大事なコツかもしれないですね。はい。で、やっぱり左一列開けます。左一列開ける。で、繰り返し100円を出していくと、今度はうまいこと500円が消せます。寺紙崩しが続行できてインフレーションができるということなんですね。で、これ1円は非常に厄介なんですけど、3枚連続とかで出てくると、こう固めておけば割と消せるチャンスが増えてきます。そうですね。で、今度はなんとかうまいことこの5円を、これ大事なやり方なんで、50円に変える方法があります。この5円をなんとかうまく50円に変える、それはここに5円置くことなんですね。で、50円、ここで5円で15円になるから、これ50円になります。で、100円を作ってここに置きます。そして、さらに100円を作れば、これでうまいこと5000円ということになりまして、だいぶすっきりしましたね。で、寺紙崩し続行です。はい。ということで、これは5K ですか。このゲーム基本的に、この2枚の巨大効果をどんどん育てていくっていうゲームではあると思います。これ50円50円で、ちょっと厳しくなってきましたね。はい。で、これでどうするかっていうと、また、ここもうまいリカバリーの方法があります。ここに100円置くと、なんとかですね、また、6枚じゃない、5枚100円できるんで、500円にできました。で、また5000円作って、これはちょっと、失敗しましたね。1K とかになってくると、やっぱりだんだんこう、厳しくなってくるのは厳しくなってきます。永遠に続行可能ではないですね。で、今度は、今1円待ちですね。1円待ちで、1円が来ましたんで消しちゃいましょう。でももう厳しいです。はい、これでまた5円を置き、
なんとか最後まで粘ってみますね。なので、もう1列目がこれは、今、4つも並んでるから、まあ死が近いっていうことですね、非常に。だから1列目を、極力開けておくっていうのが、まあ、リカバリーの方法です。で、なんとかまだ粘れますね。で、これは、こうですか。でももう、本当に厳しいとは思います。こうするしかないですね。で、先のコインを見るとギリギリ1円が3枚あることが分かりましたんで、これなんとか5円が作れて続きますね。これジョって読むそうです。ガイの上ですね。10、100、ジョ。まあこんな数字になったのは、やり始めて1年ぐらい経ってからなんで、結構やり込めばやり込むほど割と点数的にはいきます。そうですね、私は、毎日1時間はやっていますということで、終わりそうなんですが、粘ってみましょう。粘れるかな？粘れますね。これで一応50円が作れて100円になるから粘れるんです。はい。はい。という感じですね。で、今度はジョーっていう単位になりました。ジョの上はジョーということで似てますよね。まあ多分一生使うことのない単位ですね。はい、終わりですね。ということで、一応1兆円までいきました。